ブレードした後にですね、このブレードでパーティングしたところに少しだけすき毛を入れてサイドをちょっと広げます。でサイドを少しだけボリュームを出して、そして毛先は少し遊ばせるっていう形にします。丸みをちょっと出したいのでアイジブラシの451で縦に横に真横に寝かせて、で特別なヘアクリーム等は一切つけていません。ナチュラルなそのままの髪の質感です。そのままの質感でも451で寝かせた時に少し面白い形でも丸みが出ます。そして最初に作ったブレードの脇に乗せます。でナチュラルな質感をつかみたいので、特に何かをつけることなくこのままダウンします。でセンターにブレードで分けたところと、今ここの後ろにもブレードで一つ分け取ってます。同じくでファイナルコームでフリクションの部分だけで外側に出ないスモールバックコームにして、こちらもナチュラルに片側のみピンを打ちます。そしてやはり同様にアイジブラシで451で横に倒して丸みの出るラインにします。そして左は下に毛のエンドを持ってきたんですが、今度逆、こちらはエンドを逆に持ってきます。上側に引っ張ってそしてこちら側からピニングします。で少し面白いバランスにして、これからバックをやります。